こんにちは。あれ。こんにちは。おうち大好き、ホトハの香りです。この13時開始、ツイキャス生配信では、3時のおやつ作りをお送りしています。今日はたい焼きを作ります。朝10時から今日はカスタードクリーム作りをしました。電子レンジでカスタードクリーム作りをしたんですけども、そのカスタードクリームと普通のあんこを使って、たい焼きを作っていきます。で、型を持ってない方ごめんなさい。ちょっとたい焼きにならないんですが、生地は作っていくので、その生地でフライパンで丸く焼いて、あんことかクリームとか挟んで食べるみたいな感じにしてもらったらいいんじゃないかなと思っています。で、型を買ったら、その中に説明書が入ってて、で、レシピとかが書かれています。他にも、こういった本も売ってあるんですね。型を使った、他にもドーナツとか、ホットサンドとかの型があるので、それに合わせたレシピとかが載ってるので、それに書いてある、説明書とこの本のレシピはそんな変わらなかったので、分量はこれを元に、で、作り方をちょっと私が自分が作りやすいような作り方に変えて、今日は作っていきます。では、まず、卵1個は先にも割ってほぐしておきました。こちらです。ね、卵は1個割ってほぐしています。で、ここに砂糖です。砂糖はもう何でも、砂糖だったら何でも OK で、もう、午前中にしたカスタードクリーム作りでもきび砂糖を使ったので、そのまま今日こっちにもきび砂糖を使います。 40g 入れていきますね。ちょっと多いですよね。なんかパンと比べたらすっごい多く感じるけど、でもお菓子だからしょうがない。 40g卵1個に砂糖 40g 入れました。オリーブさん、こんにちは。お疲れ様です。ビタントニオですかって。そうです、ビタントニオの方です。で、説明書とレシピ本も出ているので、そのレシピとかを参考にちょっと手順は変えています。卵1個に砂糖 40g 入れて混ぜました。今混ぜたところですね。で、粉はまた振りません。先に、ビニール袋、今日ね、ずっとこれで泡立て器で混ぜていくので、もうそのままバッと入れて、ボウルに直接入れてもいいかなとも思ったんですが、一応気持ちだけでもと思って、またビニール方式でやっていきます。薄力粉 150g、 それから、ベーキングパウダーを 5g 入れています。で、ビニール袋に入れて、粒がないかこう押して、粒があればもうこれで手で潰してしまって、なくなったらパフパフ空気を含ませていきます。でも、いっぺんに入れてしまって大丈夫です。
ですね。とりあえずちょっとここでなじませときますね。砂糖と卵のやつに。で最後牛乳です。牛乳、あ、オリーブさん、子供が小さい頃買ったけど今は戸棚で眠ってる、また香織さんのレシピで作ってみます。そう、そう、ありがとうございます。眠っちゃってるんですね。私もたまにしか出さないけど、でもホットサンドの型とかもついてるのでね、そうで分量はまたコメント欄に書いておきますので、よかったら参考にしてください。分量はほとんどその説明書のやつと変わらないです。こうやっても泡立て器で混ぜちゃうので振るわないでもいいかなと思います。オリーブさん頑張ってくださいって、あー、お茶いっぱいありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。本当にちょっとずつ混ぜていった方が混ざりやすいかな。いっぺんにするよりやりやすいと思いますので、ちょっとずつ。あ、忘れてた危ない、また余計な時間。そう、混ぜ始める前に先にこれ余熱をしておいた方がスムーズに進みますので、余熱を忘れずにしてくださいね。よかった、目の前にあるのにほったらかし、ね、でも混ぜるだけです。これで生地は出来上がり、出来上がりって、もうちょっと、ちょ、もうちょい混ぜますね。こうやって時間をロスしていくんですよね。このまた余熱が出来上がるまで待たないといけない。ね、で柔らかいです。この生地自体が柔らかいのでこれで大丈夫。もう泡立て器でずっと混ぜていって大丈夫なので。ベーキングパウダーも入ってるから膨らむので、そんなこう混ぜ方とかも、ね、気にしないでぐるぐる混ぜてください。で混ざりました。タイマー出していこう。型がない方はこれをフライパンで丸くして、で丸く焼いて、それに挟んで食べていってください。ごめんね、もうたい焼きをするのをすごく悩んだんですが、自分が食べたいから今日しちゃいましたね。型がないとできないってなりますもんね。ごめんなさい、肩がない人ごめんなさい、ほんと。そうで、こう油を塗るやつがあるととっても便利です。うちのがちょっとね、なんかもう油がだんだん漏れ出てくるようになって、処分して新しいのを買ってないので、ちょっとキッチンペーパーに油を含ませて、塗っていってから焼きますね。あ、そしてカスタードクリームを出しとかないとね。
今日はカスタードクリームを4個と、あんこを4個作っていきますが、時間が足りないからきっと2個ずつできて終わりぐらいかなっていう感じです。のでちょっとまずは先に、今日午前中に作っておいたカスタードクリームでやっていきますね。オリーブさん、型がいろいろあって楽しいですよねってね、いろいろでも使ってないっていうね、このタコ、たい焼きとホットサンドと、あとなんか1個使った、あのワッフルか、ワッフルを作ったぐらい、他のやつまだ使ったことないです、何年も経つけど、ちょっといいかな、待っといた方がいいかな。うんね、やだ、本当に余熱に悩まされる。このね、緑になったらいいんだよね、けど油塗ってるうちになるかな。ちょっといこう、さっきも今日は絶対大丈夫、30分は超えないと思ってたんですけど、こんな簡単な、開いちゃった、と油を塗っていきます。暑いのでね、気をつけてくださいね。ったよし、自分が一番。そして型にいっぱいいっぱい流し込むんじゃなくて、と控えめに流し込みます。いいかな。おっしょ。で、このちょっと待ってね。これをいっぱいいっぱい流し込まないでって言いながら、いっぱいいっぱい入ってるんですけどね。でしばらくしたらプツプツなってくるので、ここでちょっと少し先に火を通しておいて、カスタード色が同じなのでちょっと見にくいですね。次の分でレオあんこをするので、その時にわかるかな。しかもちょっと危険よねこれ。ちょっと隠すようにだけ入れますね。もうちょっと先に入れるのが少ない方がやりやすかったです。でもいいの、これでガッシャンと押すので、押してこい、クリームさん、クリームたっぷりって、たっぷりすぎたかな、大丈夫ですかね。大丈夫よね。ごめんね。これでギュッといきます。で、3、4分ぐらいです。タイマー。
オリーブさん、耳も美味しいから大丈夫。そうでしょ、耳が美味しいですよね。この何にも入ってないこの端っこの焦げたやつが。竹串とお箸と用意しとこう。この香りが、いい香りが、焼ける香りがしてくるのが伝わったらいいんですけどね。なかなか、なかなかって絶対伝わらないんですよね。もう部屋中匂ってきてます。一体なんか失敗してるような気がする。そうか、材料を言っとかないといけなかった。今日使ったのはまず卵1個です。卵を1個割りほぐして、で砂糖 40g を入れました。でここで軽く混ぜる。で薄力粉 150g とベーキングパウダー 5g は、振るっても振るわなくてもいいです。私はもう振るんだったらビニール袋に入れてダマを手で潰して空気を含ませるようにポンポンさせるっていう風にしています。で、それ砂糖を混ぜました。卵に砂糖を混ぜて、粉混ぜて、牛乳入れて、もうずっと泡立て器でぐるぐる混ぜていくだけです。でこれを今たい焼き器に入れて焼いているところです。使った材料はまたいつものようにコメント欄に書いておきますので、よかったら参考にしてみてください。どうかな、もう本当お願いしますって感じ。心配。あのクリームがちゃんと焼けているか。最初に入れたやつが多すぎたからね。オリーブさん、ワク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 してくださってるんですね。ありがとうございます。どうしよう。でもこのクリームダメだったら次あんこでもう一回、今度はもっと控えめに入れてやろう。オリーブのあれ、油も少なかったからね。よし、油もたっぷり。よし、いい感じかな。ちょっと、うん、怖い。お願いします、できていますように。ちょっと焼けているか、焼けてないかだけ。やった。あ、よかった、できてる。ちょっと端っこが多すぎましたけど、できてます。よかった。端っこが多すぎるけど、ちゃんとなってる、なってる。よし、次。じゃあまた、オリーブさん。オリーブさん、ビタントニオ、カスを焼いてるうちに上手になりますよね。うん、なります、なります。そう。加減がわかるからね。
上手になります。よかった。この最初の量を気をつけないとダメなんですよね。いっぱい入れないでねって言いながら自分が入れるからね、本当に嫌。次は入れすぎないようにしないとね。このでっかいやつでね、でっかいお玉を使うからダメなんですよね。オリーブさん、おひれ、腹びれ、美味しそうにできましたねって。できました。よかった、よかった。今度はバチで入れたら少し待ちます。で今度はあんこにしますね。あんこは、あ、マシロさん、お久しぶりです。お久しぶりです。お茶ありがとうございます。お元気でしたか？大丈夫ですか？あんこはあれ、また私きっと孫をつくと思って先に準備しておきました。一応グラムが分かった方がいいかなと思って15グラムずつまとめました。ごめんなさい、手でいきます。こっちこっちの中で一回振りようか。15グラムもいらないかなね。12ぐらいでいいかも。いつもはあんこの袋から直接ブイって流し入れるんですよね。あんまり測らないけど、一応これで15グラム測っています。もうちょっと少なくてもいいかもです。真白さん元気ですよ。よかった。たい焼き美味しそう。美味しそうでしょ。でもね、ちょっとまだ納得いってないので、よし、これはよし。じゃあバッチリ、これでまた3分ぐらいいきます。間に合うかな。いい感じ。これでいってちょうどいい感じですね。これで3、4分、一応4分タイマーをかけました。真白さん、たい焼きは作るの難しいイメージって。あ、そうですかね。でも大丈夫、型があれば、型に流し入れるだけなので大丈夫です。と今日はたい焼きを作っています。でさっきの2個はこれをこんな感じでカスタードを中に入れました。午前中に電子レンジでカスタードを作って冷やしていたので、そのカスタードを入れました。で今この2個はあんこ、あの市販のあんこです。で、一応測って15グラム準備しましたが、もうちょっと少なくてもいいかも。それかもう同じように、私と同じようにいつもだったら袋から直接ブリッと出して入れるので、それでいいんじゃないかなと思います。真白さんはパリパリしたのついてるって。そう、そう、入れすぎたんです。最初に入れる生地を少なめにして、そこに具材を入れて、でまた上から生地をかけ入れるっていう感じになるので、
最初に全部入れちゃったらもう失敗は見えてるんですよね。でこうなるんですよね。型からはみ出ちゃう。それでもいい。そう、真白さん、それがまた美味しいやつって。そうですよね。私もこのこれがついてる方が好きです。美味しい。そうで、このたい焼きの生地自体ももうぐるぐる混ぜていくだけで、卵に砂糖を入れて粉入れて牛乳でぐるぐる泡立て器で混ぜるだけになりますので、よかったら作ってみてください。分量はまたコメント欄に書き残しておきます。真白さん、失敗をプラスに変える主様、素敵。いや、変えれてるのかな、変えれてるんですかね。てかもう失敗しかしてないような気がします、この配信で。ありがとうございます。みんなが優しく笑って見守ってくれるから。なんかコメントしてくださってる方はお名前がわかるしお話もできるんですけど、ね、コメントがないとわからないのでごめんなさい。でも見てくださってる方ありがとうございます。今日もたくさん、いつもほら1人とか2人とかでやってるので今日たくさん来てもらって嬉しいです。やっぱりこの時間、午後からの方がみんな見やすいんですかね、午前中とかよりもね。お、なりました。開けてみましょう。今度はね、さっきみたいにドキドキはしない。なぜならきちんとできたから。よーし、どうでしょう。こっちはね、はみ出ちゃったけど、こっちは割と綺麗にあんまはみ出ずにできてます。見えるかな。こんな感じです。なので型があればね、ちゃんと焼いて、型が焼いてくれるので、あとは生地作りと中に入れるものを何にするかですよね。なので今日は午前中に作った、外しとこうかな。あ、真白さん、おいい焼け色ってね、美味しそうにいい感じに焼けました。これで4分、これで4分焼いています。ね、3、4分、あの説明書とか本とかには 3、4分って書いてありますが、今日は4分焼きました。で、何だったっけ、中は午前中に作ったカスタードと、市販のあんこを使いました。どうだったかな、生地に使った分量は、あ、団子さん初見です、いい色ですねって、ありがとうございます。あれ、時間がもうなくなってきたんですが、今日はたい焼きを作りました。これで型で4分焼いています。真白さん、初見さんいらっしゃいませって、お、ありがとうございます。言ってくださって、真白さんお疲れ様です。お疲れ様です。時間になったので、じゃあたい焼き、今日はカスタードとあんこと。